はい、ユーデックスです。このチャンネルはですね、植物の紹介をしたり、お店に密着をさせていただいたり、またですね、植物がもっと身近に感じていただけるようにね、楽しい企画満載ですので、もしもね、よろしければチャンネル登録をしてご覧ください。はい、今日はね、何をしていくかと申しますと、アロエのね、お水やりのポイントをね、すごく簡単にお知らせをしていきたいと思っています。アロエ、お水やりというのは、カム型植物っていうね、サボテンとかアガベとかですね、多肉植物、一種ですが、このね、アロエもこのカム型植物の仲間になります。で、このカム型植物ってまず、ね、どういったものかっていうと、皆さんね、いろんな捉え方をしている方もいると思うんですが、あくまで僕のこの捉え方なんですけど、カム型植物というのがですね、結構ね、乾燥地帯にね、自生している植物と言われていますが、乾燥している地域なのでですね、すごくね、お水がね、雨が降る量がですね、年間を通してね、なかなかこのまばらで、お水というものがすごく貴重なので、カム型植物っていうのはこのお水を貯蓄するというね、機能を持ったんですね。で、このただ、お水を貯蓄する機能、っていうだけでは、このね、カム型植物っていうのはまたちょっと違いまして、植物っていうのはただ光合成をするんですよね。で、その光合成をして、どんどんね、大きくなっていたりって成長していくんですが、その光合成するためにはね、気孔を開かなきゃいけないんですね。で、この気孔を開くっていうのはですね、植物において、このね、二酸化炭素を取り入れる作業になるんですが、同時にお水のね、蒸散を、働くことになってしまいます。で、この、蒸散してしまうと、株の持ってたせっかくの貯蓄していた水がなくなっちゃうので、こう生きていく上で大事なお水がなくなる。で、プラス、このね、蒸散しきってしまうと、簡単に葉焼けをしてしまったりとか、株の調子を崩してしまうっていうことで、このカム型植物は水を貯蓄する、プラス光合成もしたいっていうことで、昼間に気候を開けるんではなくて、夜気候を開けるということをね、持っている植物です。なので、夜二酸化炭素をいっぱい蓄えて、で、タンパク質ですね。タンパク質をいっぱい蓄えて、昼間ですね、太陽が出てきた時にしっかり光合成ができるように、そういったね、特別なね、そういったエネルギーを使って生きている植物です。なので、このお水を貯蓄する機能と、このね、光合成をするために、夜気候を、開けるっていうこの作業が行われているってことを特徴を踏まえて、このね、アロエのお水やりのポイントも皆さんにね、お知らせをしていきたいと思っています。アロエというのは様々な形状をしていることが多いので、いろんなね、アロエをこう育てている方はね、よくご存知だと思うんですけど、僕もね、このアロエを育て始めてすごく感じたことは、その形状が違うので、形状ごとにどのタイミングであげればいいのかなっていうのがね、最初すごく悩みだったんですよ。なので、このね、いろいろな形状を、見ていく中で、僕がね、感じたことで、お水やりをどのようなタイミングであげてるのかっていうのをね、ここからお知らせをしていきたいと思っています。で、僕はですね、アロエに関しては、結構お水をあげるタイミングっていうのはもうね、大きく分けて3つだと思ってます。で、1ポイント目が、この葉っぱなんですけど、葉っぱの内側ですね。結構もうご存知の方多いと思います。でも、あえてまずね、1個目を説明しますが、葉っぱが内側に丸まってきます。はい、まずこれが1ポイント目です。よくご存知の方もいると思うんですけど、このね、葉っぱが丸まってくるっていう作業の時って何が行われているのかっていうと、太陽を受ける、さっき言った光合成の持つ面積が少なくなるんですよね。で、その上で水の蒸散を防いでいるっていう作業のことだと僕は思っています。なので、この内側に丸まってきているっていうのは、このね、太陽光で光合成をしないように働きかけをするために丸まってきているので、もうある意味じゃあ水が少ないっていうサインなんですよね。なのでこの時にあげるのがまず1ポイント目だと思ってます。はい。で、続いてのポイント2ポイント目です。2ポイント目、葉の肉厚です。肉厚。アロエというのはですね、葉っぱを持っていただくと、このね、肉厚プニプニした感じをね、すごく感じていただくことができると思うので、ぜひね、アロエを購入するときとか育てている方も、ぜひね、この葉っぱを触ってみてほしいんですが、すごくね、もちもちしていて、すごく気持ちいいんですけど、この肉厚の部分っていうのは、このね、しっかりお水が貯蓄できていると、もうね、張りがすごいあるんですよね。こう、全然筋肉ないんですけど、こうね、
筋肉をこう触ってる時にこのねしっかり硬いのと同じようにお水がねしっかり、ある状態貯蓄ができている 100% の状態の時ってもうこの肉厚加減筋肉質の部分がすごくね硬いで肉厚がすごくね感じられます。でこの刃先の部分までしっかり感じられるっていうのが一番のポイントだと思います。というのもやっぱりねお水というのはね根っこから吸収する役割が一番多いので根っこからでこの葉のこの内側の部分ですね、この成長点に一番近い部分はやっぱり一番お水の貯蓄の量が多いし、刃先になればなるほどこの貯蓄する量が減ってくるので、この刃先の部分がまず減ってきていると、だん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 ね、この株自体の貯蓄量が 100% だったのが 80% になったなっていう目安になるので、このまず刃先の部分から少しずつね、こう内側に触ってみて、お水やりの量を判断できると思っています。はい。で、この3ポイント目が、実はちょっと気難しいんですが、この草アロエというタイプなんですね。先ほどのように、内側に丸まったりとか、肉厚とか、すごくね、わかりやすいんですが、草アロエと言われる、こういった、もう見た目、もう本当に草ですよね。草原に生えているような草は雑草みたいな感じなんですが、この草アロエはちょっとですね、水やりを上げるタイミングっていうのが、今の僕でも正直ちょっと判断が難しいと思っています。っていうのも、さっき言った内側になるには、まあ判断できるんですけど、まあね、ちょっとね、ほんと画面上でもわかりづらいぐらい、こう葉っぱが細すぎて、ちょっと内側になってるのかなって判断がわかりづらい。っていうのがまず1ポイント目。で、2ポイント目、さっき言った肉厚。細すぎて、まあ、プニプニはしてるけど、ちょっとわかりづらいって感じなんですね。で、一番のポイントは、こういったグラスアロエとか草アロエと言われてるのは、僕が一番判断するのは、葉先ですね、葉先。色のね、色素、クロロフィルの緑の部分が、だんだんね、減ってきます。こんな感じですね。こんな感じで、ちょっと黄色になってますね。こういった感じで、水分量が減ってくると、貯蓄している量が減ってると、このように、ね、色が変化してくる。で、刃先が枯れ込むって感じです。で、ただ、このグラスアロエはちょっと脱線しちゃうんですが、刃先が枯れ込んだ姿がかっこいいっていうね、思う方もいらっしゃるので、まあ実際に僕も結構こういったグラスアロエは、ちょっと刃先が枯れててもすごくかっこいいな、ワイルドだなって思う人なので、ちょっとね、難しい部分ではあるんですが、サインとしては、刃先の色の変色を、まずはポイントに置いていただくっていうところがね、水やりのポイントかなと思っています。はい、ということで今回はね、アロエのお水やりのポイントを皆さんにね、情報共有をさせていただきました。まずね、簡単にまたね、おさらいですけど、まず1ポイント目が、葉っぱが内側になります。で、この内側になるのは、お水の量がもちろん減っているのはそうなんですが、僕のあくまで試験ですが、このね、内側になればなるほど、太陽光で光合成をする面積が減るので、極端にですね、株がお水がもう少ないよっていう知らせるポイントになってるってことなので、やはりこの内側になってきてる時はお水が、量がすごく減ってます。なので、お水をあげようっていうタイミングになります。で、2ポイント目が、葉っぱが極端にシャープなものとか細いタイプのものは、しっかりね、肉厚加減を、まずは刃先からしっかり触って、成長点の内側にかけて、肉厚が感じられなくなった時に、お水をあげるっていう感じになります。で、3つ目がですね、ちょっとポイントとしては難しいんですが、こういったグラスアロエ、草アロエというね、タイプ、見分けがちょっと判断しづらいタイプは、刃先の変色で、お水やりのタイミングを測ってあげるということです。こういったね、サインを感じてからお水をあげるっていうね、形でいいと思うので、非常にね、育てる上でも、すごくね、わかりやすいし、栽培がしやすい。というのがね、ポイントだと思っています。はい、こういった感じですね、今日。アロエの水やりのポイントを皆さんにね、お知らせをしていきましたが、いかがだったでしょうか。何かね、参考になっていただけたらすごく嬉しいです。このチャンネルをね、良かったなと思った方はチャンネル登録、そしてですね、グッドボタンの方ですね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、またお会いしましょう。